ここは研究プレイ集があるので、監督ボスが怒るって今の理由なんだよね。こ骨をやらない限りは山田陸は生きないと思う。後半から長さを出していたんだったら、あ。もうそんなに機能した可能性はあるんだ。じゃね。長谷川監督はね。山田陸くん、美容シルバーどうも死んだ、ね。 マッキーです。見に来てくれてありがとうございます。良ければいいね、登録お願いします。では FC 東京戦のレビューをしていきます。この戦、0対2での負け、それも完敗でしたね。やりたいことが何もできず、攻撃もカウンター頼みなのにそのカウンターを発動しないと。 そんな感じで帰るのをもしかしこてって感じでしたね最当率にねレビューを作ろうかなと思ってたんですが試合を見返すのが辛くてちょっと遅くなっちゃったでどうレビューはやっきたいと思いますえーっと今回 FC 東京の監督交代ボイスから聞いてましたね たの中でもディーゴ・リベイラーがすごく聞いてた FC 東京でやっぱりトップクラスに怖い選手現に数字出してるしねディーゴ・リベイラらだって結構ね彼ってね波ある選手なんだよねカントコブっさむい一ゅや完全に出ちゃってもうそう波が乗ってたよねうーんグランパス戦でノリノリにならないでも 監督交代のタイミングだから仕方ないねただに、ね、クロモウスキー監督は完全にグランパスを研究せたえっと僕ねさっきから普通に監督ブーストっていう言葉を使っているんだけれど監督ブーストって何か分かりますか監督ブーストってのはね部長のキームで監督を交代すると調子によくなることなんだけど大抵最初の数試合しか効果がないんだよねだからブーストって呼ばれちゃうんだけれど でも監督ブースと名前が付くだから監督交代も効果があるんだよね。っそういうふうに調子良くなるって効果は出てるそうじゃなければ監督ブースなんて言葉できないからねまあ逆に言うと効果が出るからね調子の悪いチームは監督を交代せんだけどねほんだらなんで効果があるのかっていいことだよね。まずは精神的なもの。 人間もね、精神的なものやノリでね結構パフォーマンスって変えるんだよね。とマイナスをね力にできるっていう人もねたまにはいるんだけれどやっぱりコジティブなときの方が人間ってパフォーマンスらいいんだよね。考えてみよう。明日借金だ支払い日だからお金がな、ね、い。そんなときに集中してパフォーマンスって発揮できるから。恋人と喧嘩しかって 細胞を落とした後にそんな時にね、いつも通りにできるっていう人できるっていう人はね、すごくレア珍しい人ですよそんなね、僕はね賭けないお気にしたいよっていう人はねもう何か、ね、自分で始めた方がいいよねそれができる人そんなあの通凡人じゃないか、うん、まあ、凡人じゃないから優秀で成功するってわけではないけどね、うん、ダメ人間だって凡人じゃないからね たぶんングの僕はねすぐにパフォーマンスを落としています。まあダメダメです。だから褒めて伸ばしてください。褒め伸べです。褒め伸べ。まあ選手もそうでね褒めてあげた方がねパフォーマンスやっぱりねあんざりやすいんだよね。で調子の悪いチームでもね監督が変わればねよくなるかもしれないって。新監督に勝たせてやりたい。チームを上向にしていきたい。とそんな感じがね気合が乗りやすいんだよね。 これが監督ののの理由の一つだよね、精神的なものそしてもう一つたぶんだけどこっちがねブーストのメインの理由なんだよね。新加藤はねもう交代する少し前からね当然交代をしてるんだよ。まあすごく当たり前だ当然だけどね。だから交代しての数試特に1試合目の相手っていうのはすごく研究するんだよね。時間も奥にあるし名監督には。 そして今回はね準備する時間も結構なめにやった代表戦があったようにあってからねうんまあ途中にルボンもあったけれどそれでも普通よりは時間の余裕があったんだよねそこで対グランパスの練習を FC トクはカーり組んでますまあ、見てわかるよねうんで監督交代の時はねこれができるのでこう研究と練習があるので 監督ボスは怒るって牙の理由なんだよね、まあグランパスとかタイミング悪かったかなってうんつまね勝てるんだったら監督買いまくればいいじゃんって思うよねまあそう思うかもしれないけど監督クイソってね結構モロハの件なんだよね劇薬でねマイナスもあるからね特に継続性がなくなっちゃうのが一番痛い今まで積んできたものを崩してまた積み直すっていうのはね もう、大変だし結構人間ストレスさんだよね落ち着いてくるとねやっぱりね前の監督が良かったと思ってくるのが出てくるんだよねそうそれてっやって今までこうやってやりなさいって言われててやってたことかそれはつらうって言われてたらやりづらくなるのでだったらもう前の監督の方が良かったなって絶対感じることが出てくるんだよそれもねうまといってやねそれもそんなことは起きないんだけどね どうすようねずっとうまくいくってのは難しいのでそういうストレスが出てきちゃんでまあそれにこれがねまあ今回の FC 東京はね基本的な方針はゲームは自分たちで動かすとボールを保持します縦に速い動きを公表しますそういうね基本的な方針も同じにしますって言ってるからまあ大抵基本的な方針を同じことば多いんだけれどもし今までと違う方向に進むってやって結構辛いよね これまでやっていったことは無駄になっちゃうっていう感じがしちゃうしねグランパスま予定した、一気に変えたんだけどねまう怖気的なチームを大倉監督がかダマさんで作ろうとしたのにね一気に守備的なチームになっちゃったもんねまあそれでちょっと成功したからもうちょっと開示づらくなってイメーは困ってるんだけどねとそこを置いときましゅでー研究結果としてグランパスはすごく研究されてましたと。 そのグランパスですまご存知の通りグランパスはスリーバックなんだよねまあ、ちょっとファイブクに見てはあんかで基本的にはスリーバックそしてスリーバックの弱点って言うとえーとここここですねここ,こことここまスリーバックセンターバックの脇サイド裏ここの巣が基本的にはスリーバックの弱点なんだよね、うん、いいえそれも当て分かっているので もうここすごく狙われていましたよねこの試合は、うん、しかもどっちかっていうと藤井君と森下君のところ、うん、藤井君はね思い切るならせ一体一競り合いはねすごく強いんだけどねちょっとまだコンディションが甘いことが多いのとたまに気を抜くんだよねとこれを藤井君をすっかり勉強させてあげてねっうのはダメなんだけどねもっと勉強させてねポイズンをこう多るんだったらね 皇帝が恋ぼくんだってことを教えていかなきちゃいけないんだからまだそこが甘いんだよねそして森下く彼は上下動の動きが折りの一つなんだけれど相変わればどうしてもね村のがはいってきちゃうもうああなったらこの隙間空いちゃうよね、うん、このせい代表の影響がねずいぶんな森下くもねこう森下くのかかめの位置を取ることが多かったんだよねうんで彼れよりおまいさはねだってもいっ,った言っり通り上下どの動き からなっでいい,、ね、いいところなんだぐったいだって言ったら彼のいいとこは聞いちもう。ずっとね、あだってていいんだったらもっと高級攻撃力の高い選手ジンだって言うんだよ。もう攻撃だけしてていいんですよって言ったらもうそこマテロスは別にいいしね。うん、グランポスだって強い選手、イブシーニャジーニア、ジニア、あの、モリスタピンカイのもっともっとそれが高級力の高い選手って言う。 森いいのはディフェンスでステップ下がってるところから何度も攻撃を仕掛けていけるってそういうところは強みなんだ単純な攻撃力だけじゃ入んだよねただそれをおくしちゃってたらよただからもう,もう森下君のいい心を消し去ってみようねうんねえこの二人の奥はねすごく何度も狙われたうん えーこそね狙ってきたのは中川小泉だよねうん中川小泉がすごくこう使ってたまあきっとねあのー、ここを使うつもりもう完全にここでねここを使うつもりで小泉をサイドバックに置いておいたんだろうねあんまり何度かルパンとかでも使ってあんだけどあんまり小泉サイドバック使うことならどっちかってウィンクに近いポジションでて お薬師だったんだけどそれをここに置いていたとやっぱりこの広告を上げたい突破せる広報を狙いたいっていうことなんだろうねしかも D5 リベラとねそんなけでも D5 リベラはね精度のねあのー、開けていたんだよね D5 リベラのことでよかったこれも多分ね単純に彼が考えてたっていよりも研究でそこを使うように言われてたんだよねもうオリベラーゲームのこう中谷がどっちついけたんだよね で、ここはいつも通りやんだよ。中樽は敵な一番強いところに着くってよ。だい、いつもやるとこだ。うん。でー、こうね、芸合リテーだから、って受けたときに中樽もついていくんだよね。うん。こうしても結構ね、奥までついていって。だ。結構中樽に奥までついていくことが多いし、こうへんでボールを受けた瞬間にパンと前に出た。潰すと、手のうこうやって中に出るんだよね。 でここを出ると、誰かこう開けなく、あの、空いたスペースをケアしなくてはいけない。というけで、ノガミ、フリーコ、この2人がケア、当然するんだよね。まあ、これ決まってんことなんだろうから、そうケアしちゃうと、まあ、森瀬セルが下がってたとしても、どうしてもここは空いてく。さっきまでこうだったんで、森瀬セのボイスはこの辺に良かった。それが、中途に上がった後のフリーコはケアのために中入って、そしうてうここはあい、アイん。 彼も一緒に戻らなくてはいけないんだけど、まあ、そこが間に合わずにこうあいていってもうこう使われていくポイズン回してそういったことはずっとやってたもうこれも完全に狙ってるよねーうかんこれ彼も今後も狙われるんでここの守備は君ごとをつらないといけないよね。中谷出にる中谷が出たときにもうウィングバックが下がるかボランチが下がるか。 どっちか押しないといけないいいとけもうウィングバックが下がる。っていうことをして守備を固める。ええー、とまあこの脇を使われないようにっていうふうにするのかもしくは上がったらセンターハーフがよいしょ下がる。こうすることで中谷が上がってもセンターハーフが下がることでこの守備を安定させる。まあどちらかをして。 やらないと、方向が開いてくるんで。そう。まあ、米本にすのりならきスすのかともかくとして、センターハーフ、ボランチが下がってくれれば、うち、野上や、真ん中ね、あまり寄せなくていいので、今いる位置よりもね、ケースだっていいので、そういうものを位置に入れるので、ここが開きづらくなんまあ、そういうことは OK ので、まあ、ボランチを下げるのか、ウィングバックを下げるのか、まあ、 もちろんこんな僕が言ってるこんな意見じゃなくてもっていい解決方法はあると思うからそういったことでケアをしてほしいなとこれはもう多分今後もらっていかないと毎回狙われていくからねとって中戸に出たら怖くここコアくんもう3バックの弱点が好なんだったを狙っていきましょうって話すにすごくなるよねうんしかねこれは本当に危険な場所だよね で、攻撃だけじゃないよね。守備でも f c とか研究してたよねカットからの速攻は真ん中からなんだよ。グランパスの速攻とあグランパスの速攻はサイドから攻める言葉多いんだよねうんまあ米本稲岡ねすごく優秀な選手なんだけどゲームを作る選手ではないんだよだからやっぱり真ん中軽く縦にってことが難しいんだよねだからあのサイドから縦の速さもしくは1分縦にボールを送るっていう。 そういうこう気を仕掛けることが多いんだけどもらえますなんでキヨテリンゲもゆっくり組み立てるんだったらサイドからってなっちゃうんだよねいずれをかっていたからもうタッと押せてあのークタちゃんってあのー、サイドにボールを出させてそこに人数もう集めてた人数をかけてプレイスってもうこれは特に右サイドイズミとイズミのところだよね最初後半森瀬くに変わったんだけれどもうここがすごく狙われてた もがバンバンなっててこうにがっつりマークついてて。でもうクエン。一気にこうなった場合3人4人がこうにもらがってる。取っちゃってたよね。うん。あこれまでカーナに狙ってた研究されてたとこだよね。もつこれがねゆわくなと。とできればね。一気にチャンスになってたんだけど。 まず、まあ、それができないだろうっていうぐらいスペースを潰して銀座集めてガチャラタで潰してたらねああまあここでボールをダッシュされてたねうんで後半はー得点が取りたかったんだよねグランパスはただから前線の精子が戻ってこないんだよねあなたまんまゆうんかマテウスマテウスも気持ちいい仲よく今回特にはあんまりいつもより戻ってなかったあれかも あの裏抜きをしとった縦に早いボールを送るから裏抜きをしとってことにあんまり戻ってなかったんだと思うけどまあこの3人があんまり戻ってこなかったので以上い,いいってこういう感じで並ぶの阿部ちゃんもうなちょっとあまあいや相手のポイズに置いておくと過いてまあこうなってたのですごくここの隙間で入ったんでフォローはいなかったでね たまにマテちゃんこっ聞いてフォローするのはしてたんだけど長もそうなら気も不安んだけどフォローは周りいなかったのでとにかくサイラにボールを出されてうん来るともうみんなに囲まれちゃってでボール出すところがないようにつぶされて一気に取られちゃうってことが起きてたうーんゲーセントひきすぎたよねうんグランパスの守備やっぱり前線から戻ってきてくれないと守備くたくなまないので。 もちろん前は、ああ、後ろの5人と二人も十分硬いんだけど、それだけで足りないんだよね、やっぱり。前からマップ戻ってくれてコンパーソンでしてくれないとセカンドボールも取れないしね。でそれをやってないからもう、ダミダミだったねもう、全然、さっくり囲まれてボールを取られてたと。そしてユンカーですね。ま、グラッパスと得点によってやっぱりユンカーなんだよね。 で、ユンカにはビッキッとトレビさんがついててプレーンをやらせない。に、ここさっきの、あのー、仲たじゃないけれど、もう、ユンカら引いたトレビジョンも、石の上がってきて、ユンカに棒が入った瞬間を狙ってた。うん。そういうプレイをずっと繰り返したんで、ユンカはもう何もできなかったよね。ねあのー、受けたり、もう、パッともらって落とす点とか、そういうこともできない、ほとんど。 夜になったらもう走り合いに進むしかなかったんだけど走り合いにもねまあねあちゃんと研究されてるのどもちゃんといいコスも取られてて、まあ、走り合いでも勝ちにいずれいっていうことになってたんでもうユンカラとにかくイライラせた、うん、まあアビーってなユンカーって精神的に強い選手じゃないんだよね結構イライラしちゃうタイプ、うん、精,神精神的に強いってっ表現がまたちょっとおかしいんだけれど 結構イライラを溜めてストレスを溜めてプレーがラフに脱水になっていくっていうそしてイライラしてくると前のケアラ脱スになっていくんだよねユンカはもうそういった部分でも相手は守りやすくなってたんだよねでそれがわかってるからストレスを溜めさせるっていう動きをしてたよねトラビザンはあそういったことがあったねサイドから攻めることだ難しかったなので それがあったと思うんで後半から山田りこ投入してね。真ん中から山田りつを使ってゲームを組み立てたいっていうことなんだろうけれど、けれど、けれど、その山田りこにボールがまったく当たまらないんだけど。ミ <laughs> クがなちょっと目立ったかとか全部守備でダッシュしてるシーンばっかりで攻撃ボールをさばけて目立つシーンがほとんどなかったんだよね。もうねー。 リクのポリシューのあまり良くなかったんでボールが来なかったっていうのもあるんだけどねまぁ、あ、もちろん相手が真ん中にボールを出さべたいというわけしてそれで走り込ん出さすバッサイダーにボールを送ってたっていうのあるから仕方ないってもしかないんだけどうんうんううでディフェンダーからボールつかもうとせた選手のコメントでも新しいことやろうとせたって言ってるしあのなんでラックでさえボールをマングで切るよりもディフェンス に繋ぐことうんグラウンダーでボール渡すこと優先してたよねあの僕はちゃんと投球で取ったことはないけれど過去のランゲラーからきっこをみなすとわかんともう多分ねほとんどのボールがねサイドにうんえー、っとボールのこっかないえずっととランゲラーかっール持もて蹴るときってサイドにふわっとパカいボールをこんな谷で。 いいかしかもこういうところにおるんじゃないんだよねライナー性とかでライナー性のボールライナー性のボールで真ん中った回わすないはずえーと彼はほとんどのほわっとしたボールでサイドにこう送ってるでサイドの選手がそこをせるよとかもうこの辺こう走ってこの辺でギリギリ受けるヘッドする出ちゃうとかまあヘッドしてこっちに落とす ちょうどトラップできたとかそういった感じなボールばっかりのはずもうまあむかしだからのキーパーのお約束なくだんではあるんだけれどねまっほんに統計とってせばいたら教えてほしいけれどねうんでー らんげなく今回はちゃんとディフェンスからつなごうとしてディフェンサーディフェンスの中さえ伸ばみうちに基本的にボールをつないでいくんだけれどもう選択肢の基本がそっからサイドなんだよなんでビッグを出すのにビッグにボールを出さないのって真ん中にボール出さないのってま,まだ焦るとこ出しやすいとこいなかったからちゃんとそこの子に相応は調整して出せんとこつっていかなくちゃいけないんだけれどまあうんさっきも言った通り FC 東京だ真ん中に出させないいうしゅをしてはいたんだけれどそれともニコを出したんだったらニコを使っていかなくちゃいけないんだよだってもうサイレンのしてもっととらえるんだからこれ僕は言ってるんだけれどあの山田リくんコを使いたいんだったら彼を生かすチームを作らないとダメだと思ううんまあね長谷川監督はね山田リコ理をビューシーばバーとしんだっねだけど 簡単にネオシルバーできないネオシルバー最高グランパって家庭やくしかしいの短いしう,うんうんまあもう結構年を取ってた時に来てたんだけどだとしてもすごく聞いてたよねまあなんだろうネオシルバーほどなあ,あれしても取れる選手ってあかい子すごく珍しいんだよね年を取ってあんだけ動けてたんだけれどやっぱすごく優秀な選手なんだよ、まあ、ネオシルバーっていうのは。 何が優秀ってユンドーレンも良かったパスをさばくことのすごく良かったそのへいのう能力は高いんだけどボールなさばくとそしてボールを落ち着かせるとかボールをもらいに行く場しょリスニングのよさとかそういったサッカー IQ のたくさが彼の基盤のよ,よかったどうなんだよそれがあるからボールなさばけるんだけど、うん、れんといきなりその IQ を求めるのはダメアざポリスニングをいきなりできるようになるっていうふうに期待するのは酷。 これはそういうふうにできるようにって作ってあげないとダメなんだよねうんまあ総理いうので山田陸を今は生きないかも山田陸が生きるんだったらそういうチームを作ってやってちゃんと陸にボールが当たるようにっていうふうな何かを作ってあげないとダメ陸を下げてスリーよえっとそうリクは下げてスリーセンターバックまあ今スリーンで藤井君だだろるそこにリクがせらにとか そういった形を作るとかもしくはセンターバーク2人開いてリクのん中に立たせてあのーリクが場所できんぱすえい、ー、つか藤井ーくんで当るえっと山田リクはどこだないぞいでシゲラモヤさんしたえーっとえのむとこりたじゃどうそうそそうえ田、ー、中谷がいて藤井がいるんだよねリブだったらもう真ん中で 出すところを作っていけない。ええと、グ靴、アイカツーセンターコアドとすれば。えっ、こう言って受けるところを作る。基本さね、仮装するとこうついてくんだけどね。そうした場合は、お前、稲垣がフォローするとかして、稲垣がこんたって陸が移動するとかして、まあ。 やり方あるんだけどねそういうことをするとか藤くんがさあ上がってそこに山田力がさらるとかそういったことをしてビクにボールを渡せるっていう場所を作るそしてそこからゲームをメイクできるってことをできる形は作っていかなくちゃもう当分の間無理なん自分で考えた子に動いてっていうそういう i ーはいきなり求めきゃダメうんとチームを作ってあげなくていけないそういう動きはできるっていうやり方を作ってあげなくていけないおれをやらない限りは山田力はいきないと思うよ じゃあってえばこれやってやれば山田リコ生きていくと思うし真ん中からゲームを作れると思う。うん。ねえ、それが分かってるんだと思うんだけれど、そのために、えー、まあ、できた機能を下かったら、だからカーズルを投入したんだよね。うん。まあ、それもあまりうまくはいってなかったんだけどね。河津屋に求め,た求めていたのは週間のゲーム作ること、太陽イオテントロングキード。この二つよ。 ってたんだだと思う特にサイドチェンジだよねまあ相手はサイド人数集めてプレスをしてくる囲んでくるので逆戦にボールを出せんとすごくチャンスになるんだよちょっといいかぜ左で森下君の右になったんだけどまあ次は森下君のとめにボールが集まってるんだけどあずらっと漏れてきてるのでえーっとめちゃうトレビさんというんかいしょよいしょよいしょ でわたんな泉とこうなんのかなちょっといえば並びがぶちゃくちゃになってるからなんとも言えないトップなだけれど<え> <laughs> こんな感じかなで右にボールがあるときにどうしてう。左にボールを出せればここに出せればこっちからね。 どうすんこっちに人数で集まってくる。で、今小泉ズマこの辺に来てるよね、小泉も。で、オりえが、もういべこうで渡辺行こうかな。うん。まあ、こうやってがいうか今こっちにあったら小泉にこの辺にいるかな。うん、こうなるかな。なかなまあ、こんな感じになるのに、うん、逆再。触れたら、一気にチャンスになるんだよね。その顔でやらす 左サイドから右に送れってことをやらせたかったんだよね。でも、それが一個も出なかったら、全然それが出なかったし。まあ、カワゼラなどでロールフィードで、こう、金高いボールを一気にカンターってことも狙ってたんだと思う。そのカンターも全然機能しなかったから。うん。カワゼラ。うどうなんだろうね。まあ、これをするための逆サイドもね、ウィングバッか開いて。 あの、ウィングバックが開いて、ここだと、ここだね、こっちウィングバックが開いて、で、なら、まあ、この時間帯にはシゲラスか、かなキダくんかなは出てたんだと思うけど、こういう風にやって、出して、こ2箇所、こっちに出すのとこっちに出すのっていう2箇所作ってあげるとか、まあ、そういう動き方、ポジショニングあって、最大点にはできる。 というものを作ってあげなくてはいけないんだけれど、本当は、まあ、それもなってなかったしな。うーん。そう、逆サイドに棒を出させるために川太郎を出したと思ってたんだけど、それを狙ってたと思うんだけど、あ、まあ、顔じゃどっちかと盾ばっかり狙ってたんだよね。まあ、あきらくんとかしげひろでだって、盾。まあ、逆サイド。わあ、ちゃんとポレちゃん取って、ボールもらえるとこを作っていたかったから出せなかった。 たのかも縦を急げって言われたのかもうんなんで縦をいった急いだ急いだんだろうもう弱サイドに人生はすっごく空いてるってのは分かったわよそうすれば速攻だって遅行、ね、する気があるのか速攻しかしないのかもうぐっちゃくちゃになってるんだよねほらへなんか今まあ変換期だからぐちゃくちゃになってるだけなのかもしれないけれど。 なんかすごくやりたいことは見えるんだけどやりたいことをやろうとしててをぐっちゃぐちゃになってるのがすごく気まき悪く見えるうん困ったもんだよねまそれーまあ、あったしやっぱりそうやってみるね交代メンバーが厳しいんだよね勝ってる時ならいいけど負けてる時にゲームを変えられる選手はいないんだよねいやいたんだよねカードラ出せかかでいたか総勢一力 機能できるよように動かしてなないよ、ね、あの選手だけに頼ってる感じがすごくするんだよね。まじ、あ、実は選手の交代もねビッグではなくてね後半から長さを出していたんだったらたもうそれなりに機能した可能性はあるんだけどね。やっぱ長さそう変な IQ は高くてすごく優秀でしかもゲームをメイクできる選手なので。な、う、の、ん、で長澤さ,さんに出しておけば成長が機能したかもしれない順はあるのになと思ってんだけどていい 最近ちょっと長さも波があるううんあれ多分コンディションの問題かな気がかなわりきってないのかなって感じがするけれどね痛みを抑えてるのか痛みをこらえてるのかなとはそんな感じもするよねもうあスイッチも痛みがあることないのじゃあ全然パフォーマンス性が違うからねもう柿谷を見ればわかるよねうん原発も十分活躍してたんだけど今徳島にって かけやかんってしたんだよね手術も何度かしてもうジーニアスだよねあの動きはうんまそ、あ、ういうこともあってちょっと長澤さんも今コンディション悪いのか動きがあんま良くないのでそういったことかなって感じがするから長澤さんもったいないなって感じがすごくするってことは石田君,だよね石田君バックトスがよかったよね 敵へのアイスアシストかと思っても外してくれてか良かったもののうんもうごめんねこれ言うとたんだけど僕はねアンダーの試合見てないから分かんないんだけれど石田君の良さって何んなの僕彼が活躍しているを見たことはないんだよ石田君と山田君、僕はまだ深いの活躍が見れてないんだろう活躍を見せてほしいんだけどねうん 後退選手はちょっと色々問題だね頑張ってとまきろをましげひろほう悪くなかったと思うけどね、うん、この2人はよっどこかなで最後にレベリーかだグランパスはねカードの枚数はがないぽうなんだけどこの試合はたくさんもらってやったね前半だけで4枚おかげでよ名がじっせ出れないんだよねしつ停止うん、うん、でマ、ま、たちゃんもミキアンだったっけっ ちゃんもシシミュレーションするからダイブかたうん最初ね見た時「あだダイブじゃないだろ」って厳しいかなって思ったんだけど違うカメラを見たら「あこれ自分でこけてるね」って少なくとも自分でこけてるように見えたまあ本当に自分から出てたんじゃないとしてもあのこけ方をされちゃうとちょっとまあカードもしかないかな出す方なし方マまターよねでその他のカードも あ仕方ないかなっていう、まあ、カードは出てもしょうがないよねって感じのカードばっかだったので、まあ、カード自体そこには文句はないんだけれどカードを出して試合を落ち着かせようとするならまあちゃんと試合を落ち着かせてほしいなっていうのはもうカードを出してもに全然試合が落ち着いてないんだよね、うん。もうちょっとちゃんときれいにコントロールしてほしいなとレフェリーに思った。 ただ、他もカード自体は理解できたんだけれど、ホームだね、理解できるように多かったんだよ。それ多分ね、僕だけじゃないよ。精神もストレスをたえてたよね。もうグランパスをチェイフズだけじゃって、FC 東京の精神もストレスをめてたもん。森重がね、こはーずいぶんチューミンレベリーに言葉をかけてたよね。<laughs> なんで、この、あそれってやっぱり FC 東京もストレス止めてるんだなっていうのを感じた。 ファールのキーがはよくわからないうんほらするさめるよねっていううんそんな感じかなとつまりなんだろうポジティブだことはな少なかっ,たってなんだくのっていう感じだけどまあ僕のレビューはこんな感じでしたまあ、ここまで見てくれてありがとうございます、うん、よかったら高評価登録してください登録ここですねじゃあねー